米沢実の小市民、シリーズ春季限定いちごタルト事件。春季限定いちごタルト事件は2004年に草原推理文庫から刊行された米沢実のの推理小説。小市民シリーズの第一弾。小市民を目指すという目的を共有したシリーズの主人公、小葉と常五郎と、小佐内いが物語の舞台となる。 船戸高校に入学した高校一年の一学期の出来事を描いた連作短編集。一方で最終話、頃の心はハリー・ケメルマン著ョ9マイルは遠すぎるへのオマージュであり、格話ごとに小助内の身に起きた自転車盗難事件に関する伏線を張り、最終話でその事件にまつわる天末を描いている。自身の本性によって、 たい思いを経験した中学時代を過ごしてきた船戸高校新一年生の小葉と常五郎と少佐内ゆき。彼らは自らの性癖をひた隠し、小市民として日々の安寧を目指すため困った時には互いを言い訳に利用する語形関係を築いていた。しかし常五郎は目の前に現れた問題児に対して図らずも抑えていた推理癖を発揮し、 謎を解き明かしていくことになる。しかし、その中で小助内の身には自転車が盗まれる事件が発生、その事件が思いもよらない形で二人を巻き込んでいく。坂上が小助内の自転車を盗んでまで急いでいた理由は、企業北自動車学校に向かおうと、所定の道筋を通る送迎バスに乗車するためだった。 そして坂上に関する言動から上五郎が推理した坂上のいるグループの目的は、よきべのアパートから盗んだ印鑑と印鑑を使って、市役所から取得した住民票で坂上によきべとして自動車学校に通わせ、金稼ぎに利用しようと20歳以上の身分、証明書代わりに自動二輪免許を取得することだった。目的を突き止めた上五郎と健吾は、 坂上のいる自動車学校に休校するが、すでに、小助内は、坂上らの不正の証拠を写真に収めていた。こうして、小佐内らの働きかけで坂上たちは、有因公文書偽造の罪を暴かれ逮捕されることとなった。この一件で小市民の誓いを破ったことを反省する、上五郎と小助内だが、景気店で、千は喧嘩中に、小助内に水をかけてしまったカップルを前に、 また本性を発揮してしまう二人なのだった。ありがとうございます。